にちは、スクラップの青木です。今日はですね、10月29日まで開催しております、こちら、はい、歌舞伎町探偵セブン×エヴァンゲリオン謎のスパイと伝説のホスト、こちらの体験レポート動画というわけでですね、今から実際に、歌舞伎町の街を歩きながら謎を解いていこうと思っているんですけども、今日はですね、僕だけじゃなくて素敵なゲストの方もお呼びしてますんで、早速お越しいただきましょう。ではどうぞ。ありがとうございます。皆様初めまして。普段はグラビアアイドルとして活動しております、猫宮明日香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。謎解きってやったことありますか、はい、今まで。人生初めてです。人生初めて初めてです。でも今日はね、ちゃんとこのヒントなんかもありますんで、はい、こうゆっくりね、こう楽しんでもらえればいいんじゃないかと思うんですけど、はい、ぜひお願いします。で、今回のこの企画が文化庁メディア芸術祭も受賞している、はい、歌舞伎町探偵セブンっていう、まあ、企画、はい、ゲームがあるんですけど、はい、それとエヴァンゲリオンがコラボしたっていうものでして、はい、今回この作品の中に、はい、渚香織と梶良次が登場するんですけど、はい、なんとですね、渚かおるくんが伝説のホストになって出てくるっていう、はい、とんでもない作品らしいんで、はい、そうなんですね。ちょっと今日も髪型なんかがちょっとそうなんですよ。そうですよね、これは。はい、そして名前にもちなんで、はい、アスカなので、エヴァンゲリオンにも出てくるアスカちゃんをイメージしてハーフツインにしてきました。めっちゃいい。じゃあアスカさんで今日いいですか、名前。今日はいろんな意味のアスカとして、ね、呼んでください。ちょっとまあ僕もね、どんな感じかこれから初めて体験するんですけど、はい、楽しみなんで。楽しみですね。じゃあ早速行ってみましょう。はい、これですね、受付。はい、はい、来ましたよ。おお、すごいね。こんにちは。こんにちは。ビップの新人探偵さんがお伺いしております。はい、こちらビップの特典一式が入った操作資料の方をまずお渡しいたします。操作資料、はい、すごい。実際本当に探偵みたいですね。あ、そうですよ。まさにもう僕ら今から探偵なんですよね。しかもビップの探偵様ということで、しかもビップビップですって僕ら、はい、こちらのオリジナルボトルをお渡しいたします。実はですね、あすかさん、はい、今回なんですけど、はい、通常チケットと別で、はい、ビップチケットっていうのがあって、はい、ビップチケットの方だけこれは特典も、はい、すごいですね。つくんですよ。そうなんですね。ちょっとこう中身見てみましょうか。見たいです、見たいです。よいしょ、箱が、わ、すごっ、かっこいい。すごい箱、これ。開けてみます。はい、すごいですね、これ。かっこいいですね、これ。伝説のホスト、ここにいます。さあ、では早速これ開けて、はい、中見てみましょうか。はい、はい、ではこちらね、中身、はい、ビップってちゃんとね書いてますけども、すごい。専用ですか。専用ですかね、もう僕ら専用です、これは。ゲットしちゃいましたね。ちょっとね、中身見てみましょうか。はい、はい、ね、歌舞伎町の地図があったりとか、はい、では注意事項がね、はい、書いてあったりもするんですけど、はい、で今回なんですけど、はい、LINE を使ってプレイしていきますんで、ちょっと僕じゃスマホ持ってるんで、はい、見ましょうか。ちょっとね、登録します。いや、新人探偵君、ようやく新しい依頼が舞い込んできたようだ。しかし、はい、今回の依頼はなかなか一筋縄ではいかないようだから、心して取り掛かってくる。おじゃあ映像見ましょうか。はい、はいはい、オープニング見ましたけども、はい、しっかりキャラクター同士がこう喋ってくれたので、うん、すごく理解しやすかったです。ので、はい、今から僕たちはこの、はい、ティラミスと、はい、京子と一緒に箱をね、はい、探しに行くわけですね。これが、梶さんがくれた資料。へ、じゃあ早速、はい、解いていきましょうか。頑張ります。初体験。初体験です。あ、いいですね、楽しみ。うんうん、これちなみに僕もこれマジで初めて見るんですけど、ちょっとね、はい、まだあんま分かってないですね。こういうの得意ですか。いや、実はね、もう10年以上やってるんですけど、この仕事はね、はい、未だに解けないんですよ。いや、逆に嬉しいです。いや、だ今日、はい、僕の方が足引っ張る可能性が、はい、どうしよう。お願いします、ちょっと頑張ってください。頑張ります。1問目ですね、これね、はい、なんだこれは、リンゴ。んー、いや、これ結構試されてますね。そうです、そうです。
どうしても分かんない場合はヒントも使えるんですけど、はい、そうなんですね、まあ、一旦ね、まずはヒントなしでいきましょう。自力で頑張ってみます、うんうん、新人探偵として。いやそうですよ。試されてます。ブラッド、ビギン、無事に3つ解けましたけども、はい、人生初の謎解き、はい、どうでした。いやちょっと最初から結構つまずいてたんですけど、なんかヒントのおかげで無事にたどり着くことができて、うん、はい、結構達成感ありますね、この3つ。やっぱ気持ちいいですよね。そうなんですよ、うん、やった後にあ解けた、見えたってなったんで、うんうんうん、やっぱ新人探偵、探偵さんになった気分でした、はい、さあそして、はい、ここから僕らはどうやら、はい、裏カジノに行くらしいんですよ。でここにですね、一応こう、はい、裏カジノに行くためのルートというか、はい、書いてるんで、はい、じゃあこれを元に行きましょう、実際に。はい、行ってみます。裏カジノ行ったことあります？ないですよ、私。ないですよね。人生初の裏カジノ、今から行きますよ。はい、ドキドキです。はい、じゃあ向かいましょうか、はい、で、3番の付近で立ち止まる。はい、一度。あれですね、はい、はい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 、こんな感じで実際に歌舞伎町の街中を歩くんですけど、はいはい、あの歌舞伎町って普段来ます？歌舞伎町自体には全然遊びに行かなくて、特になんかちょっとこっち側というか、そう、あ、ちょっと若干ディープな感じしますもんね。そうですね、今から多分行く裏カジノ、そうですね、方面とかにはあんまり行かないですね。そうですよね、なかなか馴染みがないですけど、はい、でも、はい、やっぱこの時間今昼間ですけど、はい、昼間結構やっぱ平和ですよね。やっぱ歌舞伎町ちょっと怖いイメージあると思うんですけど、うん、確かに。でもそうです、人通りも多くて、うん、でここまで来まして、はいはい、最後、はい、15番探しましょう。はい、はい、次はクラブゼーレに行くんですけど、はい、あれ、はい、本当に行くんですか？いや、どうなんクラブにですかね。本当に行くんですか？でもあの、はい、その歌舞伎町探偵セブンのゲームの中では、はい、本当のキャバクラに入ったんですよ。あ、そうなんですか？本当に入ったんですよ。本当にからひょっとしたら今回ももしかしたら行きましょうか。はい、ここっすね。はい、行きましょうか。ここが、はい、で、多分上らしいので、はい、階段上がって、はい、こんなビルに入るのも初めてです。そうですよね、はい、歌舞伎町のこんな奥のビル、そうなんですよ、なかなか入る機会ないですよ。ないですね。さあここにですね、はい、クラブゼーレがあるらしいんですけど、お、これですかね、はい、見えました。あ、しかも、これですね。はい、すごい。入り口ちょっと探しましょうか。はい、え、あるんですかね。これちょっと雰囲気あるな。ちょっと普段じゃちょっと入りにくい、そうですよ、場所なんですけど、いざ。あ、これか。早速ありました、ありました、これですね。すごい、会員制って書いてます。お、入っていいでしょうか。確かに、あの、一応確認しますけども、人生初ですよね、はい、人生初です。じゃちょっと開けてもらっていいですか。あ、いいですか。行きましょう。入っちゃいます。行きます。おりゃ失礼します。失礼します。おお、すごい、ガチじゃないか よ, ですよ。あれ、うち帰って8時からなんだよね。あれ、あ、まあいいや、せっかくだから、あ、え、通してもらいました。いい、やった、いいのか。はい、ぜひ。失礼します。おいで、ここ座っていい？はい、失礼します。あれ、セブン探偵事務所の京子さんじゃないですか。え、京子さん、あ、あ、それ一緒に来てますからね。はい、そうですね。ちょっと待って、セブン探偵事務所ってことは探偵？ああ、そうですね、はいはいはい、探偵です。そうです。何しに来たの？何しに、うん、ちょっと人をね、うん、人を探しに。あ、人探しってことは、ごめん、ちょっと待って、客じゃない。ま、うん、いやでも、うん、いやでも、あの、何か接客してくれる、あ、あの、うん、
あれ？すいません、お名前なんておっしゃるんですか？シンジ。あれ？シンジ？うん、シンジ。シンジ君？シンジってあのシンジ君ですか？どのシンジ？あれ？あれ？あ、違うのか？ちょっとわかんないけど。違うのか？いや、これ本名なんだけど。本名だよね。そう、本名なんだけど、代表がこの本名のままでいいよって。あ、そうなんですか？素敵な名前だからみたいな。あれ？私、アスカって言うんですけど。ちょっと知らない。あれ、シンジ君じゃなくて、わかんないですか。アスカって名前でピンとこないですか。ピンとこないね、存じ上げない。ごめんなさい、ちょっと話戻していい。あ、すいません。ごめんなさい、違うのか、違うのか、本当。お客さんじゃないのねってことは。まあ、いやでも半分ぐらいお客さんなんですかね。半分お客さん、なるほどね。いや、実はさ、俺、代表に憧れて上京したホストになったんだけど、ちょっと全然お客さんもつかないし、よくわかんないから、もう田舎帰ろうかなと思ってて。ダメですよ、逃げちゃ。逃げちゃダメ？ダメですよ、そんな。そっか、逃げちゃダメだな。そしたらさ、せっかくだから俺の接客のさ、練習相手になって、そしたら俺もなんか思い出すかもしれない。あ、なるほどなるほど。いいんですか？素敵なお客様とお客様のご来店です。ありがとうございます。おいクラブゼルのシャパコーよろしく。動画。その時他にもお客さんがいたから、もしかしたら探してる人が映ってるかもしれない。うちの代表知ってる？代表、なぎさ代表。おお、はい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 。ごめん、ちょっと代表から電話かかってきて。出てもいいかな？絶対に今お願いします。出てください。ぜひぜひ。まだ開店まだだから、また今度ゆっくりね。ああ、はい、楽しかったです。俺の名刺も渡すから。はい、失礼いたします。え、ピップロお客様です。マジっすか？気づかずに申し訳ございません。失礼いたしました。申し訳ございません、対応が遅れてしまいました。ありがとうございます。はい、これいいんですか？この距離すごいですね。はい、というわけで、はい、クラブゼーレ、はい、行ってきましたけども、はい、飛鳥さん、はい、人生初ホスト、どうでしたか？はい、初、もう衝撃的なことばかりだったんですけど。いやでも、楽しかったですね。はい、楽しかったです、ね。楽しかったので、なんかちょっと、うん、あれ今って脱出ゲーム、あれ、うんうん、ホストに来たんだっけって、ちょっと一緒になっちゃいました。なんかもう、本当に場所ももちろんリアルだし、はい、そうなんですよ。やっぱ、ホストの方々もだいぶリアルでしたよね。だいぶリアルでした、ね。はい、なんかちょっと取り込まれちゃいました、逆に。ね、あってすごかったな。圧巻でした。で、ここからですね、しばらくこう今新しいのをもらったんで、はい、冊子を そうですね、これを元にこう読んだり、はい、解いたりしていくっぽいんで、はい、一回場所を変えましょうか。わかりました。はい、はい、さあ今度はですね、こちら、はい、東急歌舞伎町タワーにやってまいりました。はい、でどうやら、ネルフの人間に会えと言われてるんで、指示が。そう、はい、だから今から中入っていくんですけど、はい、今までこう中入ったことあります？まだ入ったことないのでちょっとドキドキします。じゃあ早速行きましょうか。行きましょう。はいはい、あちらですね。はい、すごい。潜入したいんですけど、危険みたいです。大丈夫ですか？頑張ります。はい、ありがとうございます。行ってきてください。頑張ります。行ってきます。帰る。やばい。ありがとうございます。行ってきます。すごい。ついに。ついにですね。ついにこの時が。ちょっと気になったのが、はい、これ。あ、本当だ。あれと思って。そう、チェックマークの図見かと思ったらまさかの。ほんとっすね、なぎさってなってる。いいですね、これめっちゃいいですね。嬉しいですね、これ。じゃあ行きましょうか。じゃあ、はい、いよいよっすよ。いいよですね。
でアジトの中でやることいっぱいあるんで、そうですね、これちゃんと覚えとかないと、はい、ミッションがミッションあるんで、でまず合言葉を伝えて中に入る、はい、はい、合言葉で情報端末をハッキングする、はい、会議の議事録を手に入れる、はい、で依頼人、まあ、梶良次を助ける、はい、お、なかなかミッション豊富ですね。ミッション豊富、これ多いですよやること、はい、確認するぞ。合言葉は。せーの。よし、じゃあ中に入ってくれ。入れました。よし、作戦者を回収しちゃう。はい。じゃあ奥の方に進めてくれ。はい。ここに。無事に議事録を見つけられたんだな。はい。はい。そしたらこの後会議室に潜入してもらうから、こっちの方についてきてくれ。会議室。始まんのこれ。緊張する。大丈夫かな。バレちゃわない？おお。すごい。うわ、すげえ。これすごいな。おお、あれ？見たことあるぞ。これありますね。これ知ってますよね。はい。今日わかります。あの世界観ですね。ですね。あ、これ。お、すげえ。ちょっとこれ肘ついちゃうな。そしたらその議事録しっかりと確認しておく。これ肘ついちゃうよ。はい、というわけで無事にクリアしました。できました。いや、途中ね。難しいところいっぱいあったんですけど、ちょこちょこ、ね、はい、苦戦しました。でもなんかやっぱ充実感がありました、うん、そっちの方が。あ、どうでした、あの、はい、今回その初めての謎解きでしたけども、はい、そうですね、はい、もう本当に多分一人だったら全然できてなくて、うん、私がそう、アスカちゃんなのになんかあんたバカって言われそうで逆にね、あんたバカって言われる側ね、多分言われる側だと思うんで。でもね、はい、このゲームはヒントもあるし、そうですね、まあ、制限時間もないんでね、ゆっくりできますから、はい、そうですね、やってほしいですよね、はい、ぜひ。ちなみにあのちょっとネタバレだから、はい、そこはね、さすがに多分カットされてると思うんですけど、はい、めちゃくちゃいいひらめきしましたよね、あ、途中で。そうなんですよ、ね、もう私のその活躍、うん、唯一ぐらいの活躍だ、流したいんですけど、まあ、ちょっと、まあ、ネタバレなんで ね、 でね、いいひらめきだったんですよ。だからこう謎を解くこう快感っていうのも分かったんじゃないですか、はい、いや本当になんかハマりそうでした、うん、その瞬間はってね、そうですよねすっきりしたってなりました。でゲーム内容もエヴァンゲリオン感めっちゃあって良かったですね。そうなんですよね、なんかもうエヴァ好きな人にはぜひぜひ体験してほしいですね、うん、もう取り下ろしボイスもめっちゃあるんで、うん、エヴァが好きな方は絶対参加してほしいですね。これぜひここで、そう、ここでね、ここで聞いてほしいです、ここであの声を聞いてほしい、はい、ぜひ聞いてほしいです、うわーってなってほしいです僕らこう今回 VIP チケットの体験をしたと思うんですけど、はい、VIP チケット買った方はこのゲームが全部終わった後に、はい、遊べるミニゲームがあるらしいんですよ。そうなんですね。そうだからね、ぜひ皆さん VIP を買ってね、楽しんでほしいなと思うんですけれども、はい、こちらのこの公演が、もうあと1ヶ月を切ってしまいまして、終わるまでね、うん、10月29日までなので、はい、皆さんぜひ参加してください、はい、よろしくお願いします。お願いします。というわけで、以上、リアル脱出ゲーム、はい、歌舞伎町探偵セブン×エヴァンゲリオン、はい、謎のスパイと伝説のホスト体験レポート動画でございました。ここまでのお相手はスクラップの青木と、はい、猫宮飛鳥がお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。